ね、今神戸空港に投げさびきできてて、すぐこれガシラ釣れてんけど、ガシラしかおらんかな。めっちゃ寒くて風強くて、これ今声無線で飛ばしてんけど、入ってたらいいけど入ってなかったら恥ずかしい。ちょっと水汲もう。まあ、心の中ではアジが来てくれたらええなって思ってんだけど、で水は綺麗ね。気温は寒い、ロックおろし吹いてるし、釣り人が 2,3 人しかおらんね。今日ガシラとかだけやったらショックやな。居残りのアジとかおらんかな。まあガシラは元気。今だガシラ。ガシラしか釣れへん気がしてきた。まあいいサイズのガシラやから言うに行くよ。ガシラちゃんやね。ガシラ上の方まで来とんな。まあメバルかガシラが今釣れてんねんけど、ガシラばっかり。アジのかけらもいません。こんくらいでやめとくかな。ね、これ景色はめっちゃ綺麗だけどね、人がおらんでしょ今。あれが三宮の夜景ね。向こうの方に六甲がある感じで、まあ、景色は綺麗綺麗。釣り場から、まあ、神戸空港を見るとどんな感じかっていうと、街はねめっちゃ明るいからね。あれが神戸空港、広くて綺麗くてこの時間ほとんど人がいませんって感じや。うん、もう今日はこれで帰るか。ガシラ、ガシラ頑張りました。本当は心の中ではアジが釣りたいです。では。